小永慶一は、日本の官僚、弁護士、元通商産業事務次官、奥ホールディングス会長、同大経済懇和会代表幹事、経済産業調査会会長、東急取締役、岡山県尾前市生まれ、関西中学中退、陸軍幼年学校を経て、最大寺中学、旧西第六高等学校から新生岡山、大学法文学部に残り、 1953年に卒業。同期には、吉永祐介、一年後輩に奥山祐さがいた。猛勉強の末に在学中に国家公務員上級職試験と休止法試験に合格していたが、先の戦争は日本が石油を抑えられて軍部が突っ走ったために起きた。今後、資源のない日本が世界で生き残っていくためには、貿易立国しかないという思いから、 1953年、通商産業省に入省した。入省同期に、豊島閣、真野厚氏、若杉和夫、原田実、宮本二郎、和田博士など。1971年7月から、通産大臣に着任した田中閣への秘書官になり、地グを得る。1972年に発表された、日本列島改造論の政策立案に携わる。 1972年に内閣総理大臣になった田中は小長を内閣総理大臣秘書官に抜擢。後のロッキード事件の頃、岡山大同僧の吉永と小長の微妙な確執があったことも言われている。通産省復帰後、大臣官房長、産業政策局長から1984年6月から86年6月まで通称産業事務次官に就いた。 地方大学出身者の事務次官就任は初。退官後はアラビア石油に入社し、1989年取締役副社長。1991年に取締役社長に。1998年に石油工業連盟会長に。2003年オークホールディングス取締役会長。2004年オークホールディングス相談役。 2005年経済産業調査会会長。この間、1990年の湾岸危機の際には、日本による自主開発油田であるカフジ油田の創業継続に尽力し、翌年早々の湾岸戦争勃発時には一人の死傷者も出さなずに創業を継続することに貢献し、サウジアラビア政府から評価された。その後、2年間にわたる、 交渉の末、カフジユデンの権益は2000年に執行するに至った。しかし、クウェートとの権益は別の形で数年間継続した。2007年奥ホールディングス取締役相談役。2007年2月、弁護士登録。2008年奥ホールディングス参与。同年6月27日、東京急行電鉄取締役。 2012年同大経済懇和会代表幹事。2019年東急取締役。その他、東京理科大学大学院経営学研究科技術、経営専攻上席特任教授、日本サウジアラビア協会長、日本クウェート協会長、ソフトウェア工業財団理事長、石油工業連盟理事長、旧日本経団連副会長も務めた。ありがとうございます。